はい、おはようございます。夕べのお風呂がめちゃくちゃ良くて、ここまで2日間の旅の疲れは一切ありません。全開です。湯本温泉最高。靴をスニーカーから登山靴にチェンジします。湯本スキー場のリフト沿いを登っていきます。リフトの一番上のあたりに登山口があるはずです。はい、登山口ありました。体も温まったので上着脱ぎます。日光白根山はやっぱり西のロープウェイで登る人が多いみたいですね。こちら東の湯本温泉からの道は空いてて快適なんですけど、勾配は非常に急です。急な上に足元も良くないので、まあまあ大変です。稜線まで上がってきました。ここからはしばし楽になります。稜線に出たところで一休みしたくなると思うんですけど、平坦と下りはそのまま行っちゃって、次の上りの手前で休むのが効率いいと個人的には考えています。おー、見えてきました。あれが目指す日光白根山です。ガコッとこうルンゼが落ちてて、なんか鬼ヶ島っぽいですね。登山道はあれの左側についてて、冬はあのルンゼをスキーで滑る方々もいらっしゃるそうです。一旦五色沼という沼まで降りていきます。ここをまっすぐ行った方が楽なんですけど、せっかくなので沼のそばまで降りてみましょう。おー、綺麗。いいですね。わざわざ降りてきてよかったです。水がすごい綺麗。じゃあ再び登っていきます。この辺りから人とのすれ違いが一気に増えました。皆さん菅沼とかロープウェイから来て、登頂した後五色沼とか前白根山をぐるっと回って帰るみたいな感じですかね。
さあ、登頂したのはいいんですが、人の数がやばいです。ハイシーズンの百名山ちょっと舐めてました。なんと山頂標識には行列ができてて15分待ち。僕が並んだ後もっと長くなってたかもしれません。個人的には山頂標識で記念写真を撮る習慣がないので、スルーすればよかったんですけど、なんか地図では標識を通らないと北側へ行けないみたいに見えたんですよね。でも現地をよく見たらすぐ脇に迂回ルートがあって、それに気づいた時にはもう並び始めてしばらく経っちゃってたんで、もういいやってことで並び続けて、せっかくだからもうね、写真撮ってきました。そんで御高池という池の方へ降りていきます。ところがね、この道も渋滞になってて、さっきの並びと合わせてスケジュールが丸1時間も押してしまいました。自分もお客さんの一人なんで全然文句とかじゃないんですけど、いい時期の人気の山は混雑で遅れが生じる可能性を計算に入れて計画を立てないといけないなと思いました。まあ今回も別にピンチではないです。最終バスまで3時間ぐらいは余裕あるんでね。はい、こっから五色山への登りですね。山頂の並びで羽織った上着をまた脱いで登っていこうと思います。それでは下山開始です。ここから湯本温泉のバス停までコースタイムで2時間弱。当初の予定ではここに13時15分頃着いて15時45分のバスを狙うつもりだったんですが、微妙な線ですね。サクサク行けば間に合うかもってところでしょうか。まあ逃がしても次すげえ待つってわけじゃないんで、無理のないペースで歩いていきましょう。こちらは中津曽根という一風変わった名前の道です。ガクンと降りないといけない段差や滑りやすい箇所も多くてちょっと大変でした。ここはどうやって降りるんだ？飛び降りるしかないのか？結構あるぞこれ。ああよかった。ロープが張ってありました。助かります。危ねえ、滑った。危ねえ。気をつけましょう。いや、つっても地面ズルズルで、シャドウがあったら絶対滑るんですよね。もう気をつけようがないっていうか、慎重になりすぎてもへっぴり腰になって逆に危ないし、膝に負担かかっちゃうので、足裏全体を使ってホイホイっと降りていきます。お、なんだかんだで予定のバスに間に合いました。ところが最後の最後でトラブル発生。スイカ使えるバスなんですけど、チャージ忘れてて5000円と満券は使用不可で、運賃は2000円で財布の千円札は1枚だけ、小銭なし。やばい、終わったか。セーフ。いざという時のためにザックに入れといた千円札がこの時初めて役に立ちました。あー、マジで持っててよかった。
お疲れ様でした。前半の平地歩きは順調でしたが、後半は想定外のシーンがありました。結果的には何ともなかったとはいえ、最終バスに間に合わなかったり、使えるお金を持っていなかったりしたら一大事です。公共交通機関を利用する以上、慎重に計画準備しましょう。それと山頂標識を迂回する道にすぐ気づけなかったのは、人の多さに飲まれたためと考えられます。メンタルがブレると視野が狭まるといういい経験になりましたね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。